通信オンライン謎のスポーツガチャ。第30位はですね、柔道家消しゴム。第29位はテニス、ベースボール、パラパラ、マンゴー、パッチンウォッチ、スパイスコープの消しゴム。第24位は弾んでゴルフゲーム。ワキワキワッキー、森の都のカプセリスト、ワッキーカイヤマがお送りしますガチャ動画。通信オンライン謎のスポーツガチャコラムがドロップされております。オリンピック盛り上がっていますよね。ガチャガチャも当時はめちゃめちゃスポーツグッズあったんですよ。今回ですね、30位から16位までのガチャガチャをですね、実際見ていただきましょう。はい、それでは頑張れ日本。第30位はですね、柔道家消しゴム。東京オリンピックでもですね、金連発してますね。はい、なかなか昭和チックな角刈りの皆さんでございます。これが第30位です。第29位はテニス、立体ミニゲームですね。残念ながら錦織圭、そして大坂なおみ選手、メダルには届きませんでしたけどもね。こちらはですね、昭和のやんちゃな感じのテニスゲームね。ここにこうボールを乗っけてですね、これでこうボール自体こう曲がってるんでね、遊べないというね。これもまた昔のガチャガチャならではのいい感じなんです。これ28位がこちらです。ベースボール、パラパラ、漫画。ベースボール、見ますかね、パラパラパラ。最終的には最終的にはアウトね。こういうシーンもありました、ソフトでも。そうするとこのなんかわからない目玉が出てくる。なんだこれね。はい、余った紙分何か違う漫画が出てくるというね。はい、ベースボールね、図のように1枚ずつ離すと絵が動くよ、ね、なかなか難しいです。パラ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 ね。こうすればパラパラ、足しか見えません。はい、こちらが第28位です。第27位がこちらのパッチンウォッチ。いやー、このね、野球、テニス、サッカー、バスケットボールの時計欲しいですよね。うん、謎のウォンテッドがありますけど、この下見るとね、じゃん、ミニボール消しゴム、その他いろいろな品物が入っています。これがね、これがやべえんすよ。当たったのはこちらですね。やべ、やばいな、当たったね、消しゴム。いやー、時計欲しいのにね。ミニブックをゲットしたらね、時計よりもこの、消しゴムの方がちょっとメインになってるっていうね、恐ろしいですね。はい、一応消せる消しゴムです。第26位はこちら、やばいっすよ、野球ボールのスパイスコープ、こんなの使ったら、オリンピックでね、永久追放か、ボールのふりして実は相手のサインを盗み見るというね。これすごいですよ、パカッと開くんですすごいね、こうやって覗くのか。もうこの時点でバレますけどね。はい、スパイスコープ、すごいガチャがあるもんだね。紐付きです。第25位が野球バットの消しゴムね。はい、バット型の消しゴムです。消しゴムがボール型になってるというね。はい、それとバット型のボールペンです、これを回すと、はい、ボールペンになるというね。はい、こういうのはね、ほんと当時めちゃめちゃ当たりましたね。第24位は弾んで弾んでスポーツボール、バンダイですね。このロゴ懐かしいね。この人たちは一体誰なんでしょうかね。ちょ、誰をモチーフにしたか分かりませんが、ミニブックです。これはテニスですね。これがラグビーで、これがね、軟式野球ね。これがバスケットボールに、これがバレーボール。弾んでということで、一応弾むんですけど、キーホルダーの部分が邪魔でね、全然弾まないっていうね。なかなか、これがバンダイから出てたんですね、これね。はい。こちらが24位です。23位はゴルフゲーム。これすごいよね。コスモスの当たり。机の上で9ホールの、ストロークプレイが楽しめる。ドローンの映像みたいにね、立派なコースができてますよね。はい。松山英樹選手ですよ、すごいな、スーツ着てるみたいですね。ボールはですね、このすげえ小さいボール、絶対なくすやつ。第1打、お、第2打ちょっと OB になっちゃった。失礼いたしました、 OB です。せっかくね、最後に言って、あ、言っちゃった。トンって置いたけ入っちゃいましたね。はい、ホールインです。22位がテニスの飾りラケット、これは無用の長物ですよ。はい、ほら、プ
プラスチックのラケット、ね、絶対遊べないってやつでね、これ何ため作ったんですかね。これをかけてかっこいいふりするっていうアイテムですかね、これ、ね、いやー何のために作ったかわかんないです、ね、ですがまあまあ凝ってます作りが。第21位がサッカーゼッケンキーホルダー、ね、これです、ね、そうですね、浦和レッズみたいなユニフォームのキーホルダーあったよね。顔にシールをつけるってやつね。もうなんかわかりませんけどもね、ペイントシールありましたね。これと一緒に入ってる。はい、このブルーのユニフォームね、サッカーね。一応後ろの方にはですね、名前とか書く欄がありますけど、これどういう風に使えばいいのかってわかんないですよね、これね。さてここでもうすぐベスト30ということで、女子ボクシングの並木選手と入江選手、すごい活躍ですね。もうメダル決定したそうでございますが、ボクサー景色もですね、はい、後ろにちゃんとね、ボクシングって書いてるんですね。はい。30位に紹介した柔道家消しゴムの種類です。同じ種類ね。若干、具志堅さんみたいなね、具志堅用子さんみたいな頭ですけども、揃うとすごいね。これ、圧巻です。そんでもってね、同じシリーズでこれ見つけたんですよ。これもボクシングかなと思ってね、後ろ見たら、キックボクシングって書いてるんで、キックボクサー。いろんなガチャがあるね。これもなかなか勇ましい顔してますけども、はい、すごいですね。あ、落ちちゃった。さあ続いてはランキングに戻りましょう。20位です。女子レスリング、ね、レスラーですよ、ね、これこのシリーズはみんな同じ顔してる感じしますけどね。ここ女子っぽくないの顔がね、もうね、はい、後ろの方にはね、女子プロレスって書いてますかね。はい、どうですか、いやー、うん、顔が全部一緒だとちょっと気持ち悪いですね。19位がゴルフゲームセット、ね、ゴルフ人形のミニゴルフということで、パーフェクトヒューマンみたいなね、こちら体の曲がりようですけども、後ろにちゃんとこうバネがついてましてですね、これをこう引くとですね、はい、クラブを振るという、あ、飛んでっちゃった。今日から君もゴルファー、ね、このゲームをゲットすると、プロゴルファーになれる。弾ひどいな、これ。弾がこれ、発泡スチロールの弾ですが、絶対飛ばないですね、これ。お、結構ボールが、軽いからいける?一応パターあるんだね。関係ない気するよ、これ。では。無理だよな、これ。おお、惜しい。こっち掴んできた?もう取れちゃった。もうダメだ、これ。ちなみに、ダンロップって書いているゴルフゲームもありました。ね。ここに契約している松山英樹選手、ご苦労様でした。残念ながら、メダル獲得はできませんでしたけどもね。今後の活躍、期待してますよ!ダンロップ!第18位が、バーベル。ね、コスモス、30キロって書いてあるんですね。取れんのこれ、ね、これ取れて、これ外せるんですよ、ほらね、これ10キロですかね、で20キロと20キロでこれこう止めるのができる。結構凝ってますよね、これね。リアルに遊べるという、これですよ問題は、ね、このバーベルはないよね、これ。こんなバーベルね、ミニバーベルすごいでしょね。ちょ、合金でできてるんでね、鉄です。若干重いっちゃ重いですけど、まあ、これは取り外し不可能ですけど、はい。ね、バーベル。金メダルを取りました、スケボーですよ。スケボーでフィーバーしよう。全世界で流行っている。彼も彼女も持っている。これ、テスケボーね。テスケボー。男女ともに金。ね、西矢選手は13歳。すごいね。この存在は多分知らないでしょう。下の方にちゃんとコスモスのロゴついてますけどね。これなんかしらキーホルダーめちゃめちゃ流行ったんですよね。これちなみに金の鉄製、これなんか金メダルで使ってもいいですよ。そしてラストですね、第16位がゴルフセットの鉛筆キャップね。はい、クラブは8種類。まあ鉛筆の先につけるキャップですよ。これも君もプロになれるって書いてますけどね。全員8種類。ちなみにボールもついています。鉛筆の先につけて、でこれで遊ぶという、これはよくね、休み時間遊んでましたね、これポンってね。これ結構ね楽しかったんですよね。
ただこれなんかウッドあったりアイアンあったりしてますけどね、なんか意味あるんですかね、これね。あんのかな、あんのかな。パターンもありますけどね。あんまり関係ないけど、素材全部同じだしね。ウッドアイアンっていうのは全部ゴムですけど、はい。こちらが第16位でーす。そして1位から15位は明日紹介する予定です。お楽しみに。ということで、いかがだったでしょうか。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そしてガチャガチャのリクエストもお待ちしています。それではまた次回。